東京消防庁2015年の問題です。次のアからエの多面体のうち、一筆書きで全ての辺をなぞることができる多面体のみを全て選んだ組み合わせとして、最も妥当なのはどれか。ア、立方体、イ、正八面体、ウが三角錐、エ、三角柱の4つということになります。これはもう一筆書きの知識問題であります。一筆書きができる図形は、起点が0個か2個であるということで、各図形に関して、起点の数をカウントしていくということになりますけども、この知識はよく平面図形で使いますよね。立体バージョンでも同じです。立体図形でもこの知識同じでありますので、チェックしていきたいと思います。まず、あ、立方体、正六面体に関しては、1頂点から3本出てますから3ですね。どこも全部3本出てるので3。3がたくさんありますので、起点がたくさんあるので、これダメですね。あは×です。正八面体は1頂点から4本出てるので4。どこ見ても4本出てますので4。全部4でありますから、偶数しかありませんので、これですね。起点は0個。全部偶点、起点0個で一筆書き、これできます。う、三角錐は正四面体をイメージするといいと思いますけども、三角錐すなわちそれは正四面体のイメージで構いませんが、3本の線が出てる、3本の線が出てるということで3が4つもありますのでダメです。え、三角柱は1頂点から3本出てるので3、どこ見ても3ですね。どこ見ても3ですから、3がたくさんありますから、起点がたくさんありますから×です。すなわちイのみですので3番正解。